京林道は浜松市中区に本社を持つ株式会社京林道薬局が運営し、演習地域を中心に展開するドラッグストアチェーンである。現在は鶴葉ホールディングスの子会社となっている。浜松の小学生の絵画をパッケージにした菓子や製パンメーカー、マルトコーベヤがゴミ8チ,チンと共同開発した浜松餃子パイを販売するなど、 地域に根ざした商品を販売している。2012年3月には、オリジナル商品である餃子が、森田和義アワー笑っていいとも、で紹介された。明治5年、浜名郡中瀬村に生まれた創業者、厚見一平は、幼少期より、頂上郡平木村で農業の傍ら役師店を営む木又家に預けられ、後の木又家当主となる、木又文四郎と共に育った。 明治7年の異性発布により薬局経営のための免許が必要となっため、文史郎は試験勉強のため上京し、明治17年の薬保開業試験に合格。その間、家業を手伝っていた一平も薬剤師を志して東京薬学校へ進学し、明治27年には東京市薬剤師試験に合格する。帰郷後、静岡県会議員を務めていた文史郎に代わり、 一平が、木又家の薬局経営を担い、事業を拡大。明治31年には、浜松市の中心市街地に進出し、田町に厚み薬師店を開業する。明治33年には、県会議員の任期を終えた文士郎が経営に参画。時期を同じくして一平は、同志店馬町で廃業した別の薬局の店舗を譲り受け、厚み薬師店の支店として、 京林道薬局を開業する。これが現在まで続く京林道薬局の始まりである。昭和40年、三代目の厚見正幸が社長に就任。ロングスや A&P に代表されるアメリカのドラッグストアを参考にしたチェーン展開へと舵事を切り、浜松市、岩田市の各地に店舗をオープンする。当時の日本においてチェーン展開を行っている小売業者は、 まだまだ少なく先駆的な試みであったと言える。昭和50年代後半からは大型店舗の大展開へと業態を転換。平成に入ってからは1000坪を超える大規模店舗が複数開業している。全店舗が静岡県内に存在している。病院付近への調剤薬局の設立と100坪町の大規模店舗の展開が特徴である。 2020年2月9日現在の店舗数は83店舗。伊豆地域に店舗は存在しない。演習地域、66店舗駿河地域、26店舗。ABCDEF 株式会社協林道薬局、第58期決算広告。浜松の小学生会が、貸しパッケージに協林道薬局が販売静岡新聞アット S。S、アット S。 2020年2月9日閲覧。京林道オンラインショップ店長のブログ、京林道を子会社カツルハイ HD、株式51%取得へ、静岡新聞、SBS2017 年8月9日、株式会社京林道薬局及び、株式会社京林道グループホールディングスとの、資本業務提携並びに連結し会社の移動を伴う株式の取得に関する。 お知らせツる派、売上高、周囲に、店舗数もトップ PB 開発、食品強化が総行北海道新聞2017年8月9日、店舗、チラシ検索、京林道薬局、元気と綺麗の創造企業、京林道薬局、2020年2月9日閲覧、厚見正幸、京林道薬局創業120周年を迎えて、杏ズの花開く。ありがとうございます。